p v m アイズ DLOKGSRKI, t n 6ポロックと、その分量広告 P、ポロツク広告 V、ビテプスク広告 L、ルコームリ広告 D、ドルツク広告 O、ロゴジュスク広告 M、ミンスク広告アイズ、イジャスラブリ広告 G、ゲルチケ広告 K、クケノス広告周辺の、主な広告、都市 S、スモレンスク広告 KI、キエフ広告 N、 ノブゴロド公国 T、トゥーロフ公国 R、リガシックス、ビリニュスポロツク公国は、キエフルーシ時代に、ゲンベラルーシのポロックを首都として成立した国家である。キエフ大公国から最初に分離した公国であり、しばらく後に事実上の独立を果たした。公国の歴史を概括すると、前期は、キエフ大公国などのルーシ諸国と、中期には、 リボニア体験騎士団などの十字軍勢力と争い、最終的にはリトアニア大公国に組み込まれた。ポロックに関する古い記録には5世紀頃の西ドビナ川流域のバイキングの大きな都市としての記述がある。またサクソグラマティクスのデンマーク人の自責にはフロド一世とこのハディンガが作謀によってポロックのオーベスパシを殺した。 都市の強固さにより征服できなかったからである。という趣旨の記述がある。ルーシュの記述では、現初年代記における862年の記述が、初出である。なお、ニコン年代記によれば、アスコルドが872年にポロックを占領している。10世紀後半には、ポロックには、独立した支配者、ログボロドがいたが、980年に、ノブゴロド港グラジーミルは、 ポロックを破壊し、ログボロドを殺し、ログボロドの娘のログネダを強制的に妻にした上にポロックを併合した。987年頃、ログネダは、ウラジーミル一世を暗殺しようとするが失敗し、ウラジーミル一世は、自分とログネダとの愛の子、イジャスラフをポロックに置いた。はじめのうち数年は、ウラジーミル一世が建設したイジャスラブリニシトがあったが、しばらく後に、 イジャスラフがポロタカワサガンの溶岩の地にポロックを再建し首都を移転した。なお、おそらく摂政にログネダがついていたと考えられている。992年、ポロックに聖教の主教座が置かれた。アイスランドのサガによれば、ポロックは千年頃にアイスランドのバイキングのキリスト教徒トルバリドから洗礼を受けた。サガによれば、トルバリドは 東ローマ皇帝バシレオス2世から東バルトのルーシの都市に対する全権大使に任ずる胸の直所を与えられルーシの地に来たとされている。キエフ大公国からのポロック公国の分離と独立した公国への変化はイジャスラフの地勢からすでに始まっていた。この時ポロック公国はルーシ北西部にあたる西ドビナ川中流域、ベレジナ川とネマン川の上流域に 十分に広い領土を占めていた。西ドビナ川、そしてドニエプル川の上流に近接していることで、バルト海から国海までの輸送が容易なものとなり、ポロツク公国に大きな利益をもたらしていた。農業、狩猟、漁郎と、支配領域内の沼や湖から産出する鉱石を原料にした鉄の生産が、ポロツク公国の繁栄を促進した。イジャスラフの子、ブラチスラフは、 ポロツク広国の領土に、西ドビナ川とジスナ川の間の都市、ブリャチスラブリを加えた。1 0 2 0年、ブリャチスラフは、ノブゴロドを攻撃したが、キロにおいてスドマ川で、ノブゴロド港やロズラフ一世の軍に追いつかれ、捕虜と戦利品を捨てて逃走した。しかし次の年には、和平条約の締結によって、ビテプスクとウスブヤートイを獲得した。この和平条約にもかかわらず、叔父 おいの関係にあるブリャチスラフとヤロスラフ一世との間の軍事行動は止まなかった。すべての日に命をとしてと年代記に語られるほどに、ブリャチスラフは戦いを続けた。ポロック公国の最盛期は、ブリャチスラフの子、フセスラフの時代に到来した。フセスラフははじめは、キエフ大公国のヤロスラフ一門と連合して、トルク族への遠征を行ったが、後に、 先代の政策法人を継承し、派遣主義の元キエフ大公国との積極的な闘争を繰り広げた。1065年には突如、プスコフを吸収し、翌年には、ノブゴロドを攻撃した。しかしノブゴロドから帰還した後、ミンスク近郊のニャミーハ川での戦いで、キエフ大公イジャスラフ一世イ,イラの連合軍に敗れた。イジャスラフ一世イ,イラは、フセスラフに和平条約を提案し、 十字架に和平を宣誓した。イジャスラフは二人の息子と共に和平交渉のためにボルシャへ向かったが、宣誓を破ったイジャスラフ一世らに捕獲され、キエフへ護送されて遊兵された。1068年、シャルカンを長とするポロベツ族の襲撃に際し、イジャスラフ一世は破れて逃走したため、キエフを庇護する者はいなくなった。キエフの人々は、フセスラフを解放して、 キエフ対抗とした。1069年4月にイジャスラフ・一世がポーランド人の援助を受けて戻ってくると、フセスラフはポロックへ逃走した。イジャスラフ・一世はキエフを占領し、さらにフセスラフをポロックから追放して、自分のこのムスチスラフをポロックコとした。フセスラフはボテス族の元に逃げ、兵を募って同年10月に ノブゴロドに現れたが敗北した。1071年、フセスラフはポロックを占領し、コロティチェスクの戦いに敗れた後もポロックに踏みとどまった。1073年、フセスラフとイジャスラフ一世は和解した。その後ポロック公国は、1083年にはウラジーミル二世、モノマフの遠征により大きな被害を受けた。フセスラフの存命中から、すでに、 所領をめぐる闘争の発生が危ぶまれていた。元来、広告は、フセスラフの長子、ダビドの子孫が受け継ぐものだったが、やむを得ず、フセスラフの子たちの間に分量広告を分割し、ボロツク広告の改変を始めた。これは、必然的に統一された強力な広告の断片化につながった。はじめは6つに、その後さらに複数の分量広告に分かれた。 ポロック広告領に派生した主な広告には、ミンスク広告、ビテプスク広告、イジャスラブリ広告、ロゴジュスク広告、ドルツク広告、ストレジェフ広告等がある。1121年、キエフ大公ムスチスラフ一世は、ポロックの領土に大規模な軍を派遣し、荒廃させ、服従を敷いた。さらに1129年には、すべてのポロックの公たちを、 ビザンツ帝国に追放し、ポロック公には自分の子、イジャスラフ二世を据えた。しかし、ムスチスラフ一世の子たちのポロック統治は3年間続いたのみだった。1132年には、ポロック公の家系を代表するバシリコが現れた。ポロック公の行為は、フセスラフの子孫の元に戻ったが、今度は、バシリコに対し、フセスラフの子孫の内有力な3つの家系の間で、 ポロツク公国をめぐる闘争が始まった。なお、この争いの時代が続くが、1186年以降のポロックの支配者に関する資料はほとんど消失している。国家の枠組みとしては、この時期にはポロツク公国は次第に弱体化し、さらに細分化していった。また、スモレンスク公国の影響力が増大したらしく、一時期ポロツク公国の都市の一部が、 スモレンスクの手に渡っている。中世初期の東バルト地域は、かつては、ポロツク公国の政治的な影響の及ぶ範囲にあった。ラトビア語におけるロシアを指す言葉のクレビ、またラトガリア語のクレビには、この土地の人々とクリビ地族との緊密な関係の記憶が保持されている。カトリックの宣教士マインハルトフォンゼーゲベルクは、ポロツク公国に金銭を支払って、 回収の許可を得、リーブ族の土地で説教を行った。また、ポロック校の同意のもとで、イクスキュル司教を設立した。その後、マインハルトは、教会、さらに城塞を建設した。1186年には、リボニア教区を創立、主催した。しかし、リーブ族が、十分の一税の支払いを拒否したことが、西ドビナ川の河口に十字軍が現れる原因となった。 1201年、アルベルト・フォン・ブクソイエーフェンによって、西ドビナ川の河口にリガが建設され、1202年にはリボニア体験騎士団が結成された。1187年までにはリトアニア人によって西ドビナ川の中流域を奪われており、さらに十字軍の出現によって西ドビナ川の水運に依存していたポロツク広告の交易は危機に陥った。また、 西ドビナ川下流域からの税収が減少した。1203年、ポロック港グラジーミルは、騎士団領への最初の遠征を行い、イークスケラとゴリムを包囲し、同年夏には、ポロック港の家臣の港、ブヤチコがリガに迫ったが、戦火は家畜を奪うのみに留まった。1206年、リガ司教アルベルトは、ポロック港グラジーミルと友好関係を築くべく、 死者を派遣したが、この交渉は決裂した。ウラジーミルが、リガシ教側に先行して、自分たちの土地から十字軍の追放を望むリーブ族の、族長の訴えに同意していたことが理由である。なお、リーブ族と異なり、ラトガレ族は、ポロツク広告側に着くことを拒否した。リーブ族は、戦争を始め、ゴリムを占領した。しかし武装した150人の、 リボニア体験騎士団により、重装備を持たない、リーブ軍は数日で敗北、族長、アコは戦死した。騎士団は城を取り返し、さらに他の城でもリーブ族を捕獲し始めた。リーブ族がポロック港に援助を求めたため、ポローツク軍はゴリムを包囲した。しかしポロック軍はアバリスタに関する技術は未習得であり、旧地からの射撃によって大きな被害を受けた。 その後、カイロより援軍がリガに接近していることを聞きつけると、ポロックとリーブの軍は包囲を解いた。なお、この戦いの後、リーブ族の多くがカトリックに改修した。1212 12年、ポロック公ウラジーミルとリガ司教アルベルトは会談を行った。リーブ族とラトガレ族の族長も参加した。彼らはポロツク公国の負荷から解放されることを望んでいた。 会談の後、ポロツク公国はリボニアにおける支配力の放棄を余儀なくされた。このようにして、西ドビナ川下流域におけるポロツクの支配力は十字軍にとって変わられた。ポロック港ウラジーミルは1216年十字軍に対するルーシ諸公の合同遠征軍の準備中に死去した。 13世紀の前半には、ポロツク公国は一時スモレンスク公国に従属した。ポーランドのマッチストリツースキーの年代記では、ラトビアにおける支配力の喪失がポロツク内部の暴動を引き起こしたとしている。いずれにせよ、紛糾するポロックの状況をスモレンスク公が利用した。1222年1月17日、スモレンスク公ムスチスラフはポロックを占領し、 オいのスビアトスラフを据えた。1232年頃に再びポロッククゲに連なるビテプスククゲのブリャチスラフがポロック公となるが彼が最後のポロッククゲ出身者のポロック公となった。また、竜力町出身者としても最後となった。なお、ルーシュの年代期には1239年に彼の娘のバシリサが ウラジーミル大公国のアレクサンドル・ネフスキーと結婚したという記述がある。リトアニアのバイカベコ年代記では、1190年にリトアニアの子、ミンガイロがポロックを征服し、聖教によってボリスという名を与えられた息子のギンビルに町を任せたという記述があるが、この伝説に歴史的根拠はない。しかし1240年代の初めから、 ポロックの地の公家くらいには、リトアニア起源の名前を持つ公家がついている。1248年頃、リトアニア大公、ミンダウガスは、ポロック公としてタウトビラスを承認したが、すぐに彼の公の権力を剥奪した。1253年、ミンダウガスとの和解の後、タウトビラスは、ポロック公に戻り、ノブゴロドプスコフの軍と共にユーリエフへの遠征に参加した。 ミンダウガスが暗殺され、リトアニア大公国イラ乱が勃発すると、1263年にタウトビラスはトレニオタに殺害された。ポロック公にはナリシャ公、ジャーデニツがついていたことが認められるが、1267年に死亡した。タウトビラスの死後、しばらくポロック公について不明な点が多くなる。1265年頃の直の一つの中で、 ビーツブスク公のイジャスラフというものが、ポロック公として言及されている。また、ローマ法王クレメンス五世の文書によると、1270年から1280年、ゴローにはコンスタンチンというものが、ポロック公になっている。ポロック公国は14世紀初めに、自治権を保持しつつリトアニア大公国に加わった。1377年、リトアニア大公に、ヨガイラがついた。 ヨガイラは、ポロックを、弟のスキルガイラに与えた。1386年、スキルガイラは、ポーランド王となったヨガイラから、リトアニアの大官に任命され、ポロック公には、スキルガイラの前任者だったアンドリュースが再任した。しかしクレボの合同に反対していたアンドリュースは、リボニア騎士団、スモレンスク公国と同盟を組み抵抗したが敗北し、捕虜となった。 再びスキルガイラがポロック公となったが、これが最後の公となった。1392年、ポロツク公国はリトアニア大公国の行政区画の一つとなり、ナメストニクによって管理された。1504年にポロツク公国は廃され、ポロスカス県となった。なお、首都のポロックは14世紀から18世紀にはリトアニア大公国の主要都市の一つであった。 現在はベラルーシビテプスク州の中心地区になっている。ありがとうございます。